や、こういう感じっていうのはちょっと見て分かってた。今ちょうど20周年のツアー中ですね。そして武道館ツアーを控えています。僕あのたまにフェスとかでご一緒させてもらうときにバックホーンのライブをたまに客席側から見させてもらうことがあるんですけど、あれ見えてるからね。そうなんですよ。わーってやっぱなっちゃって、すごい客席をよく見てくださってますよね、基本的にの中でも目立つよね。思いのほか前とかもあるしね。僕のこの経験上もう一番この前に行っちゃって上がっちゃう曲が、はい、コバルトブルーなんです。おもちろん、まあ、ライブでのテーマ曲なんですけど、そうですね、で今回は、うん、そのコバルトブルー、うん、私が弾いてみたを甲州さんに直接見てもらうっていう企画です。なるほど。この企画ただ弾いてみたものをお見せするだけじゃつまんないということなんで、甲州、うん、さんが喜んでくれるような動画になってますと。はいはい、非常に今回はエネルギーがこもってます。はいはい、なぜなら今回のテーマが甲州さんがすごく好きなテーマなんですよ。あれ、はい、何だろう、まあ、いろいろあると思う。ああなるほど。いろんな予想とかしなくていいのね。予想とかしなくていい。はい、はい、その世界観に俺も入っていくうちに、うん、どんどん楽しくなってきちゃって、どっちかっていうとこれを見た後のトークがすごく楽しいです。あの知識が豊富な方ですので、まあ、ちょっとまあ今まだ何言ってんだこいつと思ってるんですけど、半分ね、半分ね、うん、で早速見ていきたいと思います。じゃあヘッドホンをつけていただいて、はい、こうでもこうでもどっちでも、よし注意よ、どっちもこれでいいよ。それではお願いします。はい、ドン。嘘だろ、弾いてね。いや今回は初の演奏を全部自分で用意してます。おお。ドラムはトータルハットのぶんちゃんが叩いてくれまして。あ、本当に。はい、そうです。で、ギターは友達のコンケイ君っていうギタリストを弾いてみてます。いや、なんか、うまいね、はい。で、歌僕です。あ、嘘でしょ。嘘でしょ。いや、かっこいいけど。音量感大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫です。さすが、わかりますね、位置関係わかってますね。夜になったら松山さん。そうです。夜トレーニングに行かないと。そうなんですよ。さすが。おー、すげえな、よく。はい、丸岡城めっちゃかっこよかった。かっこよかったよ、超仮面国っぽい城ですね。そう、一番古いんですよね。そうそうそう、一応犬山城とどっちが古いかっていう話にはなってる。かっこいいね、かっこよかったっすね。かっこいいね、パフレもかっこいいね。バリアラフィーだ。本当はドローンやりたかったんですけど、はい、ヒコニャフィーとよろしくお願いします。まあちょっと感想は辿っていこうかな。はい、そうです。あ、宇和島も行った。これ行きにくいんだよね、ちょっとね。行きにくいんですか。朝方です。買い物と同時に。そう、もう多分これ見てる方は分かんないかもしれないですけど、日本に残ってる現存天守閣、うん、全部で12畳すげえね、あるんですけども、はい、綺麗なんですよね、本当に。すげえ、もう肉どこでも合う。そうそうそう、曲とめっちゃ合う。城と、なんかね、城と壊れと壊れとか、あ、コーチね、はい、まあ、Cメロっぽいなと。高知城は本丸御殿が残ってて、ね、まさにそうなんです。あ、そうさすがに嘘でしょ、これ全然ツアーでもなくていいから。はい。
まあそうだよな、ここも補給はやっぱ最後そうですね、確かにね。あそこもちょっと綺麗だったな、山も、いい季節だったね。そうなんですよ。はいはい。まあ最後のとこね、来たね、来たね。方でも楽しんでもらいたいっていう、うん、いい時に出てるね。そうなんですよ、本当に少ない時間の中だったんですけど、たまたまいろんな人の人が、あっ、うわぁ、ちょっと感動したいや、すごい、ありがとうございましたっていうような、あれびっくりするね、うん、弾いてみた。弾いてみました。うん、今回は、コロバルトブルーとお城っていう掛け算をしたいなと思って、自分で歌も歌ったりしたんですけど、うん、歌詞をこう辿っていくと、うん、エイチューさんのインタビューとか、うん、ネットに載ってて、鹿児島の慰霊碑みたいな。あのね、知覧っていう場所があって、そこがあの、第二次大戦中に特攻隊の陸軍の基地だったの。そこに、もう十何年前かな、ギターの菅波を、何も知らない菅波を誘って、あ、今日オフだからちょっと来たいとかあるから行こうよって誘ったの。コージさんが誘ったっていう話がまた秘話であったんですね。そうそう、うん。そしたらね、あの、本当無邪気に来ちゃったから、はい、何の準備もしなくて、エイジュン、はい、ギターのエイジュンが、はい。そこで結構もう、ゴーってもらっちゃったらしくって。だからこういう曲になったんだなと思って。うん、そうそう。歌詞を聞くと。歌詞の世界に入り込んじゃうと、うん、特攻隊に行く前夜、うん、なんか仲間とね、うん、なんか話したりとか、また来世でも会おうぜみたいな、そんな気持ちになっちゃうというなんかね、はい、そういう気持ちにもなれるし、単純に音楽聴いてて熱い気持ちになったりも、うん、でもいいし、そうなんですよ。だからあんなもうバックホンのライブで熱くなって拳上げちゃったんだなと思って、はい、そんな中このお城一人で全国回ったんですけど、うん、そうだよね、あのドンクホとか繋いだりとかヒッチハイクも途中したりとか、すごいな意外と楽しくなかった、その旅自体も楽しかった。そう、なかなか普段乗らない電車だったり、うん、その駅からお城まで距離があるところも、うん、さっきもおっしゃっていただいたんですけど、うんまあ、秋から、まあ、初冬にかけてというか、空気が凛とした時期で、そうなんだね、紅葉の名残周りに、よりね、弘前とかだったらもう葉っぱ持ちたりしてね、あの城を見るにはいい環境だ。あ、青々と茂りすぎるとね、見づらいというか、あ、山城とか特にちょっと、あんまり行けないようなお城みたいなところの方が、うん、なんか独特な雰囲気が漂ってた気がします、うん、観光地化するのもいいんだけど、うんうん、ちょっとあんま観光客も少ないようなところの方がなんか思いを馳せれたりね、そうなんですよね、時代の風景にさ、うん、あ、こういう感じに見えたんだなっていうのが想像しやすいというか、すいません全然電話が関係ないですけど本当にそうなんですよ、小高いところにやっぱお城ってあるんですよね、うんうんうん、基本的には景色見た時に、あ、100年前200年前の景色をやっぱちょっと思い馳せちゃいましたね、うんうん、そうなんだね、あれ丸亀城どうだった、ちょっとさ夏の大雨とかでさ石垣がはらんだりしてるっつっていや、知ってるなもろ戦国の野面積みの、ね、石垣っていうのがあるんだけど、うん、それはもう自然石をガツガツ組み合わせて中に小石とか入れてやってるやつのが見栄えはちょっと雑なんだけど、うん、水はけ自体はいいのよ、頑丈なんですね、そうそうそう、江戸時代に入ってきたらね、打ち込みはぎ切り込みはぎっていうのが技術が上がってももうよりびっちりした石垣組めるんだけど、その分水はけが悪かったり、あ、そうベースだね、はい、あ、石垣もベースの話だからあ、そうなんですか、いや、そうでしょ、石垣がねえと城畳めだろ、ベースがねえと、ベースなんだやっぱり、そうなんだよ、あー、今つながりましたすごい丁寧だったね、話し音がすげえいいジャズベ持ってんだよ、あ、そうですね、あれをやっぱさ、ちゃんと鳴らすためにはピッキングすげえちゃんとしないとね、そこで多分もう鍛えられてんだね、多分あと何十年もかかるんだろうなっていうふうには思ってます、本当に大変な楽器で、嫌になっちゃうよね、ベースってなんかそうそう、やればやるほどなんか遠くなるっていうかそこと、そのお城はあんまり関係ないです、そう、今繋がる。まあライブのテンションで来るのかなと思ってたんですよ、動画が、うん、なんならコバルトブルーだから海とかでのむちゃくちゃすんのかな凛とした方で来たからさ、どういう内容しようかって考えるときに、うん、エージェンさんに一回連絡してこんな内容で行こうと思ってすげえ、うちのギターのエージェンはファンだからね、 YouTube、 ありが
や、それは嬉しい。城はゼロですよ。城で、コバトブルちょっと弾こうと思ってんですって言ったら、うん、あ、公衆さんも喜んでくると思うよ、みたいな。って言われて、自信を持って、こう一直線で。やらせてもらったんですけど、喜んでいただきました。いや、もちろん。西日本のあたりのなんか回れるうちだけ回ってくれたのかな、それで十分だったんだけど、全クリかと思って。楽しんでもらえるんじゃないかな。マジかって。そういう気持ちはやっぱ、グッとくるね。グッとくるっていう言葉いただけてよかったです。ということで、本日のゲスト、ザ・バックホーンの岡峰さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て、1ミリでも心が、チャンネル登録よろしく。ファイヤー。感動した。